ホテルを始めたいと思います。開催にあたりまして、水上麻里様からご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。本日、湯沢市と、こちらの方の神田との協賛ですね、湯沢へ道路祭りというふうに開催されておりますけれども、私たち西門内盆踊りは、秋田県湯沢市のすぐそば宇賀町というところで、伝統のある700年以上の伝統を持つ民族舞踊の盆踊りになります。ご覧いただいて分かりますように、羽縫いを着て、いろいろな布を切り外して、仕立てた羽縫いに編み傘をかぶったこと、それから藍染めの絞りの、浴衣に、黒い頭巾をかぶって目だけを出したりと、そうやってその踊り手の顔を隠した妖艶な踊りがとても特徴になっています。毎年8月のお盆の時期、今年大体17、18、19日あたりだったと思うんですけれども、町の中心部に飾り火を焚きまして、町中から、みんないろいろ踊り手が集まってきまして、飾り火を囲んで踊ります。とても幻想的な行事です。今日はまだ明るいんですけれども、雰囲気だけでもぜひ味わっていただきたいと思いまして、関東地区の踊り手が一堂に立ちまして、皆様の前で西門内盆踊りをご披露させていただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。西門内盆踊り。ありがとうございます。
名古屋